ークレーション社の鈴木智樹です。皆さん、人前でライブをしたことはありますでしょうか？やっぱりこう、日々練習していて、ちょっといつかは人前で演奏もしてみたいな、なんて考えている方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。今日はですね、そんないつか人前でライブをするっていう風になった時に、ライブをするために必要な基本中の基本の知識と必要な準備やそのメリットやデメリットについてお話をしていきたいと思います。いつかの機会に備えてですね、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。それではウクレのライブをするために必要な基本中の基本知識とそのメリットとデメリットです。どうぞ。さあ、それではですね、まずライブをする際に当たり前ですが、ウクレレの音をお客様に届けないといけません。その届ける方法として主に3つあります。まず1つはですね、当たり前ですが何も繋いだりせずにそのままウクレレを演奏することですね。まあこの生音で演奏することについては何も説明はいらないと思うんですけれども、ウクレレのそのままのピュアな音を届けることができます。ただですね、やはりこのデメリットとしてはですね、ウクレレの生音っていうのはかなり小さい音なので、大きい会場であったりとか、あとはちょっと騒がしいところなんかではですね、なかなかお客様にこのウクレレの音を鮮明に届けることは難しいです。なので生音で演奏するときはある程度の反響があるところであったりとか、なるべくコンパクトな会場での演奏が必要となってきます。メリットとしてはですね、もう何も繋がないんで、そういう機材のトラブルがなかったりとか、スピーカーを立てたりアンプを持ち運んだりする必要もないんで、もうどこに行ってもすぐに鳴らせます。もうそれはね、本当にこのウクレレという楽器のやっぱりこのコンパクトさのメリットも最大に活かせたところだと思うので、一番いいのはこの生音で演奏できて、どこでも楽しむことができたらベストだと思います。ただやっぱりですね、会場が大きくなったりとか、ちょっと騒がしいところで演奏するときなどはですね、この生音では難しくなってくるので、ここからはそういう会場で演奏する際の方法を紹介していきます。さあ、もう一つはですね、このウクレレを演奏する際にウクレレの前にマイクを置いて、そのマイクで音を拾ってスピーカーやアンプから音を出すという方法です。これはですね、ウクレレの演奏でもよく使われる一つの方法でして、僕もライブとかでたまに使ったりします。このマイクを置いて演奏する時のメリットとしては、やはりこのウクレレのそのまんまの音をマイクで取って出すんで、かなりね、生の音に近いピュアな音が出てきますね。ただですね、この方法にはデメリットもいくつかありまして、そちらを紹介していきます。まずマイクを置くっていうところなので、ちょっとね、皆さんもカラオケとかで想像していただいたら分かりやすいと思うんですが、歌っている時にマイクをこう口から遠ざけると音を拾わなくなってしまいますよね。当然ウクレレもそうなんで、マイクからですね離れてしまうと音を全く拾わないので、言ったら全然動けなくなってしまいます。例えば演奏を弾きながらね、こうやってこう体を振ったりとかしちゃうとマイクからずれちゃうんで音が乗らなくなっちゃったり、基本的にはもう立ったそこから動かないか座って弾くというようなね、スタイルになってくるんじゃないかなと思います。またもう一つのデメリットが、あまり大きい音量を出せないというデメリットがあります。これがですね、このマイクの一番のデメリットと言えるところでもあるんですけれども、やはりウクレレって音が小さいんで、このマイクで拾うときはマイクの拾うレベルを上げないといけないんですね。ただですね、このマイクっていうのはこの拾う音を上げていくとハウリングということが起こってしまいます。ハウリングが起こってしまうとですね、もう演奏どころではなくなってしまうんですね。なのでマイクを立てても音量をね、もちろん大きくすることはできるんですが、極端に大きくすることができない、そんなデメリットがあります。さらに別の例で言うと、他の楽器、例えばドラムと合わせる、ギターと合わせるとか、このウクレレよりもね、さらに大きい音量の楽器と合わせるときに、やっぱりウクレレの音小さいからもっと上げようと思ったときにハウリングが起こってしまいます。こんな感じでね、マイクを立ててもこのウクレレの音が上げれないという状況が起こってしまうことがあるんですね。じゃあ大きな会場で演奏する場合はどうしているのかというとですね、これが3つ目の方法なんですが、それがピックアップをつけるという方法です。
これはですね、僕もメインとして使っている方法でして、多くのミュージシャンもこの方法を使ってライブを行っております。ピックアップっていうのは何かっていうお話なんですが、ピックアップっていうのはこのウクレレに取り付ける機械のことを言いまして、主にこのウクレレの弦の振動を拾ってそれをスピーカーやアンプから出すというシステムのことです。ピックアップっていうのはですね、基本的にはもう楽器にはついていない場合が多くてですね、だいたい後付けになってきます。楽器屋さんで別途で5000円から5万円までとか、もしくはもっと高いものもあったりするんですけども、そんな風なね値段で売っておりまして、それを買ったウクレレに後から取り付けていくのが今のスタンダードです。ただですね、こちらのウクレレ、これはエンヤというメーカーのウクレレなんですが、こちらは最初からピックアップがついているモデルでした。最近はですね、なんか結構ウクレレでもやっぱりこうやってライブをする方が多いということで、こういうピックアップ付きのものが販売していることが多いですね。これはかなりお得だと思いますね。はい、というわけで、ああじゃあ大きい音でライブするためにはピックアップが必要なのか、ああじゃあ買おうかなって思っている方が多いと思うんですが、ちょっとお待ちください。ここでですね、ピックアップというものを取り付けるときに大きな壁が一つあるんです。それが何かというと、ピックアップを取り付けるためにはウクレに穴を開けないといけないんですね。はい、こちらのウクレも見ていただいたらわかると思うんですが、このウクレのお尻のところに鉄の金具がついておりますよね。ここにですね、シールドと言われるケーブルをつないで、それでスピーカーやアンプから音を出すんですが、このつなぐ部分がですね、どうしてもウクレに穴を開けないとつけれないんです。で、大体穴を開けるのはこの部品と同じぐらいの大きさの穴を開けるので、直径 1.5 センチぐらいの穴を開けることになってきます。なので絶対に穴は開いてしまうんです。穴かーって思いますよね。やっぱり皆さんが持っているこの大切なウクレレにできるだけ傷はつけたくないですよね。なのに多くのミュージシャンはこのピックアップをつけるという選択をしているんですね。やはりそれにはいろいろな理由があります。例えばですね、このピックアップがついていたらケーブルを挿してスピーカーやアンプから出していくんですが、そのケーブルの長さがあればそれだけ自由に動くことができるんですね。例えば会場の端から端まで歩きながら弾くこともできますし、立ち上がったり座ったり、曲によってね、いろんな風な表現の仕方ができるようになるのがやはり一番のメリットでもあります。またピックアップはマイクのようなハウリングがしにくい設計になっているので、100人規模の会場、200人規模の会場なので音を出しても問題なく後ろの方まで音を届けることができます。また今から話すことはちょっと今の段階ではあまり必要のない情報かもしれませんが、このピックアップをつけることによってエフェクターというですね、機材をつなぐこともできるようになるんです。エフェクターっていうのはですね、このウクレの音色を変える機械のことなんですけれども、例えばロックギターのようなキュイーンっていう音であったり、録音して流すルーパーというですね、機材をつないだり、本当にですね、このピックアップをつなぐことで様々な可能性が出てくるんですね。そんな感じでですね、演奏においてマイクで音を取るよりもいろいろ自由が利くので、多くのミュージシャンはこのピックアップという選択を選びます。ただですね、僕がですね、一番このピックアップの弱点だなぁと思うところは、マイクで音を取るときよりも音がかなり硬くなります。なんかこれはですね、ピックアップの独特な音っていう風に僕は感じているんですけれども、やはりマイクはね、このウクレレの音をそのまま拾うんで、この出てる音に近い音が出るんですが、ピックアップはさっきも言ったように弦の振動を拾って音を出しているんで、この全体の鳴りも多少は入ってくるんですが、やはりね、このセンサーで拾った音がそのまま出てくるんで、結構ねカチカチした音が出てきます。で、やっぱりそのちょっとカチカチした音だと少しね、耳にツンとくるところがあったりするんで、それでミュージシャンは足元にエフェクターというものをつないだり、 DI プリアンプっていうのはですね、機材をつないで音をなるべくね、この生音に近いような音に音を変えていって、そしてアンプやスピーカーが音を出しているんですね。まあそんな風にですね、このピックアップをつけた時には、まあデメリットもやはりあります。じゃあ結局何がいいんですか
っていうお話なんですけども、もうそこに関してはあとは皆さんが今後自分が立つステージであったりとか、もしくはもう決まっているものであったりとか、今後していきたい内容であったりとかによって選んでいくのがベストかなと思っております。例えばカフェのようなね、ちょっとざわざわしたところで演奏がしたいなと思っている方はマイクでももちろんいいと思うんですけども、やはりね周りの環境音であったりとかいろんなものが入ってきてしまうんで、もう一層ピックアップをつないでしまってそれで演奏するっていうのもありだと思いますし、結構コンパクトなスペースでオープンマイクに参加するというような場合はですね、生音でももしくはマイク取りでも問題ないと思います。または野外で演奏したい、そういう場合はですね、ちょっとマイク取りだと風の音が入ってきちゃったりすることもあるんで、そういう場合はピックアップの方を推奨したりすることも多いです。そんな感じで今後皆さんが自分がどういうところで演奏したいか、どういうステージに立ちたいか、どんなパフォーマンスをしたいかによってですね、ぜひ今日僕が言ったことを参考に選んでみていただけたらと思っております。ぜひ皆さんに合ったスタイルを見つけてですね、今後のライブの準備をしてみてください。はい、というわけでウクレレでライブをするための基本中の基本知識とメリットデメリットについてお話ししていきましたが、いかがでしたでしょうか。今日話した内容がね、少しでも皆さんのお役に立てれば嬉しいです。また今後はですね、ちょっと今日のお話でも出てきたピックアップにつなぐエフェクター DI プリアンプって何っていうところであったり、おすすめのアンプなどについてもお話ししていこうと思っております。ぜひね、興味ある方は楽しみにしていてください。人前でのね演奏ってすごいこうハードルが高いというか、ちょっと緊張するとは思うんですけども、日頃の成果、今まで頑張ってきたことをね、よりいい音でよりいい形でいろんな方に届けれるために、今日ね僕が話したことが少しでもお役に立てれば嬉しいです。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。他にもねウクレレに関する情報やレッスン動画、演奏動画などこのチャンネルではアップしております。もしよかったら他の動画も見ていってください。またチャンネル登録やグッドボタンなどもぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ウクレレ奏者の鈴木智樹でした。バイバイ。